率直にどうか今日のこの一着は。まあ一着取れると思ってなかったので、ラッキーですね。まあメンバー構成もまあ竹内優作さんが言うところなので、どうしようかなっていうイメージだったんですか、その。まあちょっとごちゃごちゃするなと思ってたんで、もう仕掛けれるところで、まくりしかないと思ってたんで、ちょっと詰まった時に見てしまったんですけど、まあ待って後ろが追いついたらしいんで、まあ本当は行かないかんのですけど、あそこは反省点です。ただまあ相手が相手というか、竹内さんをまくり切って、竹内さんも僕が隣に来てから踏み直したの分かったんで、やばいかなと思ったんですけど、4コーナー下れたんで、まあ後ろの先輩も3着なんで、まあ最低限かなと思います。どうですか記念、まあ小田原も走ってこういう、まあちょっと今回は塚田さん10年とかアクシデントもありながらだったけど、はい、どんどん気持ち消えてたんですけど、まあもうやるしかないんで、まあ偶然ですけど1着取れたんで、まあ出来は悪くないと思います。一言、愛媛111期の第4の男じゃないですよ、ね、3人ちょっと松本さんたち先にこう上がってきて、ね、まあ、やっと同期と同じステージで戦えるっていう状況なんで、同期と同じレースで活躍できるようにこれからも頑張りたいです。松本こういう形で目立ったり、できればよりみんなのこう刺激になるでしょうね。まあ、僕だけ出遅れてるんで、今日の1着も偶然なんですけど、まあ、まくりが得意で、まくり主体に走っていこうと思ってるんで、まあ、まくりで取れた1着なんで、まあ、悪くはないと思います。まだ2次予選以降もですね。そうですね、まあもう仕事、自分の仕事をやるだけなんで、明日からはもう番組が出てからまた自分の力出せるように、また今からしっかり休みたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。